道の駅なんつった？一振りの席っつうの。たら汁ともつ煮が名物なんだね。飲みたくなりますね。夕方入った途端に雨だね。ああ。よし。よし。うん。翡翠海岸とかあからね、歩いてる定食とかなんだね。なんだな、950円とか1000円。はい、もういいの。10時半過ぎた？過ぎてよ。コンビニは普通にこっちでなんじゃないの？持ち込みできないの？こっちコンビニだよ。ちょっとコンビニ行ってみる。なんだ翡翠が来る。うん、かけていいよ。うん、味見してみてください。すごい、見てみて。あら、まるまる、まるまんま入ってるのかね。はい、どうぞ。すごい、こんなに結構入ってるじゃん。そうそう、これもそうね。すごいす、ね、はい、白味噌、白味噌だからね、白味噌。汁がうまいんだよ。こんなくていいですか。最初このままで、ちょっと熱いから、はい、味が染みてますか。どうですか、美味しいですか。美味しい。これが北陸のたら汁って言いますよ。僕はね、30年ぶりぐらいかな、25年ぐらい前かな。こんなにタラが高いですね。はい、美味しいでしょ、タラね。はい、この辺みんな有名ですからね。8号線沿いに右左結構ありますよ、この店ね。はい、お汁が美味しいです。はい、汁も、汁が美味しいからね。うん、汁が美味しい。本当にシンプルじゃねえと。そうだよ、タラだけ。そうそうそう。はい、はい、いただきます。じゃあ、俺もね、よいしょ。これ、スープを最初にいただきます。これ、うん、味いいね。うん、うまい。
しかないんでしょ、だって。ああ、一周回ってくる。すごいやったね。値段一緒なの？2200円の方が大きい、太い足。まあね。何個買いたいの？何個？3人いるから、うん、で2000円の3つ5000円にしとくわ。それにしたら、それで負けつける。3000円ぐらいで食べようかな。ああ、いいよ、全然いいよ。じゃあ3000円で数は？3倍あるじゃあ、やっぱりその計算できるとそのサイズはいかないわね。どう考えてもね、3000円の通は1000円のが3つにおまけって感じだよね。数なくてもいいって言えば、はい、また負けることできるけど。どれ、この大きいのね。お母さんの。お母さんの。お母さんの。欲しいんでしょ。はい。足の太いやつ。いや、味噌好きだ。味噌。足よりも味噌。味噌好きなの？あ、でもこの人だって足だもん。じゃ、味噌と足の人とおらせね。お母さん、いいところお願いします。なかなかいいところね。あれですね、3匹で3000円って普通のパターン。これ味噌バルミ。これ味噌ちょっと好き。はい、なかなかこうできないです。はい、じゃあ買ってきました。結局このぐらい。値段は言えないそうなんですね。サービスいっぱい。はい、おーすごい。でもこれ中辛のやつだね。なんか味噌が多いのがこの下のちっちゃいやつってよ。下のちっちゃいのが、足細いのが味噌がいっぱいあるんですか。これが、はい、一番でっかいやつ。いただきます。はいはい、怖い。これ食べときどうする。うずんねえじゃん。あ、こうやってか。顔出しじゃん。ダメやん。ダメやん。顔出しやん。
どれも味噌いっぱい入ってると思う。あのね、これこれこれ、大きいやつ。どれ？どれ？おお。コーラは？ん？コーラは？おお。これ身をつけて食べるんでしょあと。うん。それか日本酒入れて飲みたいね、俺はね。うん。はい。ベニズワイガニ、ズワイガニですよ。はい。景色悪いな、はい、とうとう雨が降ってきてしまいましただね、はい、こんな感じですね今はね。右手は北陸自動車道の米山インターチェンジ、ずっと下道移動です。はい、運転変わってどうですか、運転しやすいですか、マッシュは。久しぶりの運転。どうですか、女性にも優しいですか。女性に優しいマッシュ。優しいのかよ。パワーありますか。うん、大丈夫。踏み込めば、オートマだから楽勝ですね。はい、満足してます。はい。右は行かなくていいですよ、危ないから。ちゃんと車間距離上げてね。重いから止まるの大変ですからね、慣れないと。そうだよ。重いよ。乗用車とはまるっきり違うからね。その感覚を覚えるまでは大変でしょう。まあ車間距離さえ上げれば大丈夫ってことで。はい、安心して助手席に乗ってます。